両部国技館大会に向けまして、秋山純選手、剣道勝選手の、公開練習を、こちらで行いたいと思います。それではまず秋山選手、一言よろしくお願いします。はい、今日は、寒い中、合宿場までお越しいただきありがとうございます。両国大会、川新選手と、立たせてもらうんですけども、ミステリスパートナーと言っていた、最強タッグのパートナーも川新選手と。いやじゃなくて、あそうって、出ることになりましたんで、よろしく。俺でいいの。大丈夫。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、加信選手、よろしくお願いします。いや、困惑してます。はい。ありがとうございます。それでは、国会練習の方、例えば始めてまいります。よろしくお願いします。はい、練習は。いや、ちゃんと。お納めください。いや。練習。最強タッグも加信選手と組んで出場するっていう決めた理由というかポイントはどのようにありますか。いや、前から言ったように本人の力量は知ってるんで、案外いい化学反応を起こすんじゃないかと思っての決断だけども、こんな感じだからね、難しいな
まあ、両国で初タッグを組んでその最強タッグを迎えることになりますけども、今日のこの状況を考えたらちょっと不安の方が大きいのかと思うんですけど、どう見ても不安でしょうね。俺の選択ミスなのか、まあ、そうでないことを祈るしかないですね。まあでも、まあ、最善を尽くすだけですね。お礼はね。まあ、今日の公開練習のはずがちょっとまた加新選手のやる気満々だったんだけど、普通もう完全に加新のペース、ね、ちょっと本当に、まあ、ちょっと本番までにいろいろ考えてやりました。まあでも難題がある方が何もなく普通に進んでいくよりは面白いかなと俺はまだ思ってるんで、なんとかなるとまだ思ってます。まあ、今回その当初は秋山さんのパートナーとしてミステリアスパートナーという表記で発表されてました。はい、こうやって加新選手と言いましたけど、はい、昔馬場さんがそのミステリアスパートナーとして組んだラッシャー木村さんは最後に馬場さんを裏切ったんですけど、そういう、はい、今回もそういう可能性もちょっと十分考えられるでしょ、この、 この状況では。まあ、何が起こっても、もうこれ全部そうだけど、何が起こっても対処できるというか、するのがプロレスラーだと思うし、俺も十分できると思うし、そこからまたいろんなものが生まれてくると思うし、もうそれは全部受け入れるつもりで、家臣だろうか何だろうか、もうそれこそ怪獣だろうが、モグラ男だろうが、全部ですよ。まあ、もう最強タッグで、パートナーになったことで、両国でのタッグマッチの意味合いというのも多少は変わってくるものなんでしょう。まあ、ね、その先もやっぱあるということで、勝たないといけないんでしょうけど、まあ、こんな感じだからね。まあでも、まあ、やるでしょう、家臣も本番は。